はい、上野養魚場さんの小学搭載サイズ30センチです、はい、お願いします。はい、この鯉ですけどもうですね結構まあ墨がこう割と出ててまだ決まりきってはないんですけどもこう頭がですねちょっと丸点っぽく入ってそれにこうちょっと墨がですね頭も出てますしで後半がですね結構豪快に墨も入っててまあこれがこうビシッとこう決まってくるようだとすごく迫力のある昭和になってくれるんじゃないのかなと思います。はい、それでは横の方もお願いします。はい、丸点模様もいいですね。そうですね、結構豪快な感じの鯉で墨も今からまた出てきそうな感じで、はい、ですね。はい、入れたいと思います。はい、結構ですね。こうちょっとまだ現在細身なんですけども、頭なんかも大きいですし、上手に飼育すればこういい感じになってくれるんじゃないのかなと思います。ベニなんかもですね、まあベニ質も良さそうですし。白地も、まあ、ちょっと少なめですけどもこうやって見ると綺麗な白地してますしこう今から楽しんでいただけるか濃いかなと思います。はい、豪快な墨が魅力的な昭和です。いかがでしょうか。はい、上野養魚場さんの昭和サイズの方が30センチです、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。